どうも、ハビネスタグのハビネスです。ウォーフレームの初見実況プレイかな?やっていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回ですね、ナイトウェーブが更新されたということで、ちょっとアクト4見ていきたいと思います。まだね、ちょっと見てないんですよね。一回流れそうになって、なんか別に何の気なしにボタン連打してたら、なんか飛んじゃって、初回戦で見れなかったっていうのはあったんですけど、まあそれは別に問題じゃなくて、なんかいろいろイベントがあって、それに追っついてね、俺ついてってないことが問題なんですよ。あれっつって、なんか俺、生放送とかやってるけど全然試作どんなのか知らねえんだけど、みたいなね。まあ、早速4レベ来ましたよ。4レベっていうかアクト4。これちょっと初見なんでね、残していきたいと思います。見ていきましょう。なんだろうね。どんな風になんだろう。なんかね、フォーリットが関係してるって生放送もらってコメントもらった。これも目に見えてたわね。夢見る者たち。そうでしょうけど、こんな形じゃないわよね。なんかデボティーたちがやばいんだけど。死者と話し手の前には人だかり。満員御礼よ。体と体が押し合い、巨大な加熱が集団が一つとなって息をする。なんかやばそうだね。あ、ゼロットじゃん。無口の癒し手が口を開くのを待っている。こいつらのこれかっこいいよな。ケンガが集団を黙らせた?そのマスクを脱ぐと、彼は集団が笑ってた。え?ケンガやばいやつ?追放された時のように山に起こされて、それ以上よ。報復の準備は整ったわ。今までどんな奉仕も、宇宙も追いつけない速さと凄さで広がるウイルスの落とし地よ。え?覚醒した?覚醒した?うわ!覚醒してる!息詰まる。沈黙を破り、アルロ自身が音を立てたわ。言葉ではなく、くぐもった声。開いた彼の口から膨れ上がった何かが喉を覗いて塞いでいるのが見えたの。みんなどういう面持ちなんだ、あれ。アルロ様ってこと?あ、これ顔見せてくれんだ。そして、うわ注目にさらされた尖って黒い舌のようなものが。うわうねりを上げながら誇張して彼を引き裂いていったの。え?もう原型とどめてないみたいな?もう目を向けられなかった。私にはね。でもあの音が頭から離れない。うわー!まだピースしてるよ、こいつ。恐怖が人で上げた声のことじゃない。十分強烈だったけどね。聞いてたんかい?その後に続いた音、すりつぶされる肉の湿った音、素早く動く心臓の音、集会は本当の意味で変わり果ててしまったわ。いや、もう様子がおかしいでしょ、これ周り。完全にテクノサイドウイルスじゃん。私は夢見る者たち、あなたたちに難題が降りかかってる。この活動は頭をなくしていたけれど、体は生きながらえていたわ。あ、それがフォーリットってこと?なるほど。はぁ。なんでケンガ老人はあんな生き生きしてんの?おい、見たか、これが真の姿だよみたいなね。やばいですね。これでイベントでフォーリットを倒せっていうことなのかな?で、このアウトブレイクミッションズコンプリーテッドって書いてあるのは、とりあえず侵略ミッションをやるってことだね。フォーリット直接関係ないね。とりあえず侵略ミッションのこの3つのタスクを終わらせてなんとかやろうやってことか。まあ、初回なんか起こるかもしれないから、じゃあ初回戦だけやってみて、フォーリットとこっち。まあ、何も起こらなかったらそれはそれでカットしてみたいな。起こったら残していきましょう。よし。まあ、このままでいいんだけどね、俺ぶっちゃけ。うん、生放送の、なんかいろいろ紹介した直後だけど、ビルドとか大丈夫かって感じだけど、まあ、レベルはね、たかが知れてると思うので行きましょう。大丈夫だよね。いや、グリニアたちを助けるっていう形が面白いですね、これね。行きましょう。じゃあ、ちょっと見ていきましょう。バルークです、今回。いや、完成体来ーい。で、多分、俺、最後の最後のアクト5では、ケンガ老人がなんかもう、うわーってことになるのかなって。てか、あと1話で終わんのぐらいな展開だったけどね。面白いね。あ、イグニスレイスです。イグニスレイス持って、来させていただきました。これ、ちょっとリスナーから共有してもらったやつなんでね。おー、グリニア。おー、助けに来た。そう。アクト4見てから来てくから。グリニア、頼むぜー。これを1回ずつクリアすればなんか報酬がもらえるってことなのかな。行きましょう。ちょっと爆発ダメージ。まあ爆発ダメージ悪くはないね。イグニスレイスはね、本当に、俺はね、手に入れる余地がなかったんでね、全然。余地がなかったので、リスナーにね、リスナーの方に生放送を通じてね、つながりを得て、こう共有してもらうに至りましたね。本当に感謝のしかない。オッケー、よしよし、どんどん行こう。はい、はい。バルークがアビリティを使うまでもないという風に来てるね。行くよ。特に何も出てこないな。あー、いってー、マジかー。いやいやいや、紐でくっつけすぎでしょ。
特に何も出てくることなく、ゼロットたちが出てくるわけでもなくね、とりあえず3回クリアすればいいみたいな感じですね。じゃあちょっと3回サクッとクリアしていきたい、一体出ていただきたいと思います。3回クリアしていきたいと思います。さあ終わりましたので、ちょっとこれなんかあるか見てみましょう。3回目クリアです。なんかあるかな、この後。かわいい、かわいいな、バーリー、かわいい。あ、メール来ました。はい。よくやりました。あ、なにこれ。よくやりました、天の湯。あなたが披露した技術は他の選手の激励となるでしょう。あー。なに？ゼロットディレリクトコード。使い道がわかんなくね。姉さんさ、あいつ、何を渡してきたかが全然わからんわ。ありました。素材ですね。ゼロットが住処とする感染遺跡へのアクセスコード。ということでね、前回、まあ、前回っていうかね、動画自体は繋がってると思うんですけど、ちょっとね、ゼロットキーの使い方を分かったので、ちょっと後日、こちら収録しております。はい。受信ボックスからね、まあ、ゼロットキー4つ、あ、5つぐらいかな、今回手に入れましたね。はい。これ毎回送ってくれるんですけど、ゼロットディレリクトコード。このキーを使ってね、遺跡船にアクセスできるということで、ちょっと今回、それを、合わせて行ってみたいと思います。マグでね、もうビルドはちょっと調整してあるので、行ってみたいと思いますね。今、ケレスと冥王星ですね。このケレスは生放送中にちょっと消化してみたんですが、まあ何があるのかなっていう、これですね。あ、レベルそんな高くないですね。6個持ってます。まあでもなんかゼロットがいっぱい出てきそうな感じもしなくはないですけど、耐久ミッションなんだ。行ってみましょう。なんか新しい敵も出てきそうだし、なんか一部の敵倒すと、低い確率でアイテムドロップとかないのかな。全然その辺知らないんですけど、とりあえず行ってみましょう。キャッチムーン！あれ？意外にこのオルキンタワーなの？なるほど。あ、え、こういうとこなんだ。はいはいはい。遺跡船。まあでも、いつものボイドのあれだよね。内装的には。別動隊を援護するために警報を作動して、敵の注意を引きつけてください。任せてください。それはいいんだけど、普通に耐久ミッションなのかな？出てくる敵がちょっと違うよみたいな。あー、またドラゴンキー使い外し忘れてる。俺生放送中もこれだったんだよね。ちょっと待って、今外してきます。キャッチムーン。今回これはあれだね、普通に遺跡戦でしたね。まあでもなんかいろいろと死者関連のやつだから何回クリアしようといいよとかポイントが入ったりするのかな。もう疑問しかないんだけどね。とりあえずバンバン行きましょう。オッケー、楽しみだわ。何かしら、今日ゼネリック使ってます。向こうか。10分行くんだ。なるほど、10分もやるんだ、ここ。なるほど。まあ見た感じ弱い敵がちょろちょろいるっていう感じだよね。そんなになんか根詰めて戦わなきゃいけないような敵がいるわけでもないから、普通にやってみよう。普通にやってってやばそうだったらなんかちょっと対策考えよう。あのゼロットが3体出てくるようになってるんですよね、今通常で。あ、その前の収録したちょっと動画でも言ってたかもしれないですけど、あれがめちゃめちゃ強くて、そう、これ結構やばいだろうっていう感じもしてたんですけど、これは節目節目の時間になんか出てきたりするのかな。ぜひね、あのゼロットたちにはね、何かしらその武器とかのパーツを出してくれればいいなぁと若干思ってはいるんですけど、まあなんか叶わなさそうだな、それも、みたいな感じだね。とりあえずなんか変わり映えないとただの耐久ミッションって感じがするけども、新しいデッキ出てきたらちょっとヘリオス連れてきてないので、スキャンしてみましょう。ちょっと大変だけど。なんかクリアした後に報酬がもらえるんだろうか。説明がないから疑問しか残らないね。どうなってるんだろう。どういう展開になるんだろうな、これ。普通に終わっちゃいそうで怖いんだけど。あの、耐久ミッションが。いてててて。あ、なんだあいつ。あ、なんだこいつ。見たことないやつ。見たことないのがいますね。お、スポーンポット。なんか見たことないですね、あのスポーンポット。おお、5分過ぎたらなんか出てきたわ。なんだあいつは。こいつ見たことないね。あのスポーンポットってやつ。ちょっとこれで覗いていこう。攻撃できないけど。攻撃できないけど、ちょこちょこいますね。いててててててて。まあ、毒ダメージはそんなに痛くないんでね。まあ、なんかあったらちょっと生命装置回して。あ、いる。ん？新しいのいた今。なんか、聞いたことない声聞こえるよね。目新しいのがいない。あー、ゼロット出てきた。なるほど。ゼロット出てくるんですね。なるほど、なるほど。いいですね。ちょっと楽しくなってきた。そうそう、こういう変わり映えが欲しかったんだ俺。あいつら強いんでね、マジで。あの、復活もするんで、そう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 、再生するんですよね、こいつら。恐怖の、恐怖のゼロットたち。倒したかな？これはポイントも手に入るよってことか。おお、そうやって進んでいくの。なるほど、なるほど。
なるほどね。これで200ポイントもらえるんだ。確定でゼロットたちが現れるよっていうステージなのかな。いいね。でもこれ任意で集められますね、ポイント。ちょっと200なのは薄いけど。改めて、なんか、いっぱい出てきたりしないのかな、あいつらが。あ、スポンポットいましたね。あいつらがなんか、こう、違うアイテムをポロッと落としてくれればいいんだけどね。なんだろう、次のアクトに進んだら、剣が老人とかがボスなのかな。どうなんだろうな。なんか、いろいろと、何が起こるんだろう、何が起こるんだろうって、そればっかりで、腑に落ちないところが多いですね。これはこれでいいんだけど、もうちょっとなんかこう欲しいね。なんかやばい敵、ゼロットたちが大群で襲ってくるとか、耐久ミッションのこの全部の敵がゼロットとかそのぐらい。まあそれはちょっと極端だけど、なんかそういうのあったらね、また違うんだけどね。なんかもう波は去ったって感じ。終わり際にまた出て、あ、なんだあいつ、なんかあいつ見たことないですね。うわ、なんだすごい、リーピング、リーピング、なんだ、なんとかサーシュだみたいな、そんな名前でしたね。なんだあいつ、こいつも新しい敵ですよね、完全に。危ない危ない危ない、やべやべ、ほっといて、敵倒してないから囲まれまくってたわ。あいつはなんか特別なアイテム出さないかな、モッドとかね、出さなさそうかな。そんなにでも頻繁に出てくるわけじゃないよね、さっきから見てるとね。あ、こいつ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 、なんだ、おお、すげえな、なんか面白いね。これちょっとヘリオスでもう一回行きたいな、いっぱいスキャンしたいな、あいつらを。へえ、すげえ面白い。あ、これスポンポットじゃない、新しいね。おお、すげえ。そうか、あいつやられた後スポンポットになるんですね、ああいうやつら。結構厄介ですね、その点は。エネルギーがない。あ、こいつこいつこいつ、毒ダメージとかすげえやってきますね。まあレベルがレベルなんでそんなに強くないですけど、高レベル帯に行ったら結構厄介な敵なのかな、もしかしたら。やっぱ前半は普通の耐久ミッション、後半はこういうちょっとゼロット系で新しく出てきた連中がいっぱい出てくるよっていう。あ、もう結構出てくるようになりましたね。あ、こいつこいつこいつ、なんか気合入ってますよね。いってー、何、いかんいかんいかん、いてててて、ちょちょ、厄介だなこれ。危ない危ない、ノックダウンやってくんのか、それは聞いてねえ。よし、オッケー、達成完了、いただきます。イエー、ガスダメージも稼いでやったぜ。オッケーオッケーオッケー、その通りよ。でも幸運の女神は大胆なものを好むし、何も失うものがないものほど勇敢なものはいないのよ。ありがとうございます。あと1分、これクリアしたら最後になんかもらえたりしないかな。もう完全に天の思考だけどね。え、クリアしたんだから報酬くれよっつってね、じゃなきゃやんねえよーみたいなまあ無事帰れそう。ゼロットも1回だけでしたね、出てきたの。まあ本当になんか火力もそんなになかったし、マグはマグの戦いをきちんとできたからよかったね。てか地形がやばい。はい、お疲れ様でした。初めての死者のゼロットディレリクトコードを使った戦いですけど、あ、なるほどね。あー、死者のポイントもらえるんだ、クリアすると。なるほど、なるほど。じゃあ、これまで、この、追っついてなかった人とかも、侵略ミッションを経てやれば、しっかりとポイントがもらえるよと。そういうことなんだ。へぇー、チーポイントもらえるんだね。いいですね、これね。これ、クレドを稼ぎ放題じゃないですか。いいですね。これ、いいと思います。ただ、ちょっと10分長いけどね。ということでね。まあ一応死者のポイントもらったので、確認したらアテラックスのデザートカモスキン持ってなかったので、これ回収したいと思います。前回のサタン6でね、ろくに俺カモスキンなんか回収しないで、装飾品、ずーっとウルフの装飾品ばっかり買ってたので、ここに来て初めてのゲットです。イエーイ。まあこのぐらいかな、今のところは。うん。また装飾品来たらね、バカみたいに買いたいと思うので、はい。ということで、まあ今回ね、初めてやったわけですけれども、まあ一応ね、このキーの使い方とか、あ、こういうシステムなんだっていうのも分かったのでね、まあ初見実況に差し込めてよかったかなと思います。まだね、アクト1個残っているので死者、その後がどうなるのかね、どんなイベントがこう追加で来るのかっていうの楽しみですね。はい。それじゃあまた次回ね、実況動画でお会いいたしましょう。お送りしたのは、ハビネスタグのハビネスでした。瞑想に入ります。さよなら、バイバイ。